大に開催されるにあたり、衷心よりお喜び申し上げます。多久市は県中央部の中核都市として発展を続けて、今日に至ったのでありますが、これもひとえに関係各位、並びに市民の皆様のたゆまぬ努力が実を結んだのであり、心から敬意を表する次第でございます。本日の記念日を契機に、多久市がさらに住みよい近代都市として発展するため、関係各位が一層の役割を果たされるよう期待してやみません。ここに多久市の前途を祝福するとともに、市民各位のご健勝をお祈りしまして、お祝いの言葉といたします。衆議院議員、堀康介。以下、本文を省略させていただき、ご本命のみをご紹介させていただきます。衆議院議員、今村雅弘様。衆議院議員、原口和弘様。衆議院議員、大串博様。衆議院議員、岩田和親様。参議院議員、福岡高丸様。参議院議員、山下雄平様。鳥栖市長、橋本康様。玄海町長、岸本秀夫様。公益財団法人市文会理事長、石川忠久様。一般財団法人漢字文化振興協会会長、石川忠久様。佐賀銀行頭取、陣内義弘様。株式会社佐賀共栄銀行代表取締役頭取、山本孝之様。株式会社東21代表取締役社長、金森茂美様。以上でございます。ここで3年前の東日本大震災で甚大なる被害を受けました宮城県南三陸町の佐藤仁町長よりビデオメッセージが届いていますのでご紹介いたします。各地では震災の記憶を風化させず被災地支援を継続していこうと、一昨年10月から職員を南三陸町へ派遣し、今日復興の一端を担っています。こんにちは、宮城県南三陸町の佐藤です。タクシーの皆さん、施政施行60周年誠におめでとうございます。心からお祝いを申し上げさせていただきます。この60周年を機に、また未来へ向かってタクシーの皆さんがますますご発展をすることを心からお祝いを申し上げさせていただきたいと思います。震災から4年目に入りました。震災以来、タクシーの横尾市長さん、議会の皆さん、市民の皆さん方には大変心温まるご支援を賜りまして、この場をお借りいたしまして心から厚く御礼を申し上げさせていただきたいと思います。今年の2月5日に2回目のタクシーさんを訪問させていただきました。今回の東日本大震災で我々は大変つらい体験をしました。しかしながら反面、タクシーさんとの深い絆ができたのも事実であります。これからもタクシーさんと南三陸町の交流がもっと深まっていくように我々も頑張ってまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いを申し上げたいと思います。最後になりますが、タクシーさんのますますのご発展を南三陸の地より心からお祈りを申し上げております。大変おめでとうございました。祝電およびお祝いメッセージありがとうございました。